運転免許韓国の運転免許韓国の運転免許では韓国における運転免許について説明する。道路で自動車や原動機付き自転車を運転する者は警察署長から運転免許証を交付して行うことになっている。第一種普通免許と第二種普通免許を中心に説明する。ちなみに韓国の免許制度では第一種が第二種より上位であり、 日本とは逆の関係にある。場内技能教育を20時間以上、受講学科教育を1時間以上、交通安全教育を3時間受講学科試験を、運転免許試験場で受験100点満点。一種は70点以上、二種は60点以上で合格。重度の聴覚障害者は、手話ビデオでも受験可能。英語、中国語、日本語、タイ語、ベトナム語。 インドネシア語で受験可能場内技能試験合格すれば練習免許を発給道路走行道路走行試験同場100点満点で70点以上が合格合格したら運転免許試験場で運転免許証を発給なお第1子普通免許を取得しようとするもので書きに記載されたものは括弧内の試験が免除される第2子普通免許で7年以上の無事故者 視力検査のみで更新可能。第二種普通免許から第一種普通免許の取得運転免許は、第一種運転免許、第二種運転免許に大きく区分される。危険物について、次の危険物を運搬する積載重量3トン以下、または積載容量3000リットル以下の貨物自動車は、第一種普通免許、積載重量3トン超過、または、 積載容量3000リットル超過の貨物自動車は、第一種大型免許がなければ運転できない。大韓民国重宝、刀剣、火薬類登弾多法による、火薬類大韓民国消防法による、危険物大韓民国、高圧ガス安全管理法による、高圧ガス、大韓民国液化石油ガス安全及び、事業管理法による、液化石油ガス。 大韓民国原子力法及び放射線、安全管理などの技術基準に関する規則による、放射性物質大韓民国産業安全保険法、及び、同種高齢による、許可対象有害物質大韓民国、農薬管理法及び同種高齢による、有毒性原剤タリン型原動機付き自転車、運転能力や身体状態によって条件が、付与される。運転免許証に、 下記のアルファベットで記載される。1995年7月1日から免許証に記載。2001年7月24日から下記のアルファベットで表記。中継ぎの危険物を運搬する積載重量3トン以下、または積載容量3000リットル以下の貨物自動車は、第1種普通免許、積載重量3トン超過、または、 積載容量3000リットル超過の貨物自動車は、第一種大型免許がなければ運転できない。大韓民国重宝、刀剣、火薬類登弾多摩法による、火薬類大韓民国消防法による、危険物大韓民国、高圧ガス安全管理法による、高圧ガス韓国に滞在する海外の免許保持者は、第二種普通免許に限り、切り替え発給を受けることができる。 有効期間は10年。その際、海外の免許証は回収される。帰国等の際は、手続きをすれば返却される。発給には、大使館発行の証明書や、免許の翻訳交渉、パスポート等必要な書類を提出し、検査、または試験に合格しなければならない。韓国免許認定国から発給された免許は、適正検査のみで良いが、 韓国免許不認定国の免許は適正検査の他に簡易学科試験が課される。また過去に韓国免許取り消し実績のある者は6時間の交通安全教育を受ける必要がある。ありがとうございます。